どうもジェリーしおりです。今日はこの墨汁とこの漂白剤、混ぜるな危険の漂白剤を混ぜてみたら一体どうなるか見てみたいと思います。はい、ではこのビーカーに入れてみたいと思います。いきますよ。墨汁の入ったビーカーにこの漂白剤をたっぷり入れてみたいと思います。いや、うちはね、これをこのビーカーに入れたらこの真っ黒な墨汁が透明になると思います。透明の墨汁を見てみましょう。さあ、行きます。どやー、あれあれ、あれ変わらんかった。やば。うプール。塩素。では、この墨汁に漂白剤を混ぜた墨汁。ね、漂白剤混ぜて透明になるかと思っていたけど、この黒いまんまですよね。何の変化もなかったです。実際に。けれど、こう書いてみたら、もしかしたら何かしらの変化があるかもしれないので、書いていきたいと思います。あ、でもなんか、あ、チーン、なんか水が混ざったみたいなちょっとした薄さはあるんですよ。ちょっと書いてみたいと思います。あ、全然、うん、薄いです。さあ、どうなることでしょう。はいやおくり、はいやおくり。普通に水混ぜたのと変わらんや。変化がありました。これ今あったかくなってきています。熱を帯びています。これ絶対皆さんは、あの、混ぜるな危険は絶対に混ぜてはいけません。真似しないでください。これ熱を、今回いろいろね、透明になるかと思ってやってみましたけれど、何もそんなに何も変わらず、これボツ動画ということでボツです。ボツ。ジュエリーしおりでした。